はい、明けましておめでとうございます。本年もよろしくお願いします。昨年中はですね、怪我も病気もなくですね、1年無事に過ごせました。今年1年ですね、また文チャンネルの方よろしくお願いいたします。早速ですけどもね、木製で、使っておるパワーラックがあるんですけども、これのメンテナンスですね、今日はやっていこうと思うんですけども、今日20ヶ月過ぎましたんで、型が来ている箇所をですね、メンテナンスをしていこうと思っています。まず最初はですね、こちらのラットホルのユニットなんですけども、こちらのワイヤーが結構摩耗してきてるんですよね。皮膚がむけてるんですよね。で、中のワイヤーが見えてきてます。ワイヤーを引っ張った時に、このプーリーが ABS 樹脂なもんですから削ってしまいまして、で、黒い粉が下に落ちてくるようなちょっと不具合がありましてですね、こちらの一箇所と、で、こちらですね、この一番先端のこのプーリーを交換していきたいと思います。はい、とりあえず皮膚の破れたワイヤーをですね、交換していきたいと思います。こっちが旧のワイヤーになりますね。こちらが新しいワイヤーになります。かなりですね、これで比べてみると色がかなりくすんでますね、やっぱり旧の方は。あと、交換するプーリーなんですけども、ほぼ直径が同じようなこちらですね、クロム製のプーリーを購入しましたので、こちらの方に変えていきたいと思います。つけたのこれ最初どうやってつけたの最初。はい、取れました。そうしましたら、こちらの方にですね、クロム製のプーリーですね、これを取り付けていきたいと思います。ボルトにワッシャーを取り付けておきます。ナットでプーリーを挟むような感じで取り付けておきます。こちらを締めて、左のナットを締めて、プーリーを真ん中に、お互いのナットを締め付けてプーリーを固定するという感じになります。はい、これでプーリーの方はガタつきなく固定されました。はい、じゃあこちらのですね、前面の方のプーリーも取り付けていきたいと思います。力の方向を変えるためのこのプーリーですね、真ん中のこちらですね、傷だらけになってきておりますので、これもちょっと交換いたします。一応木からですね、こちらの金属の方に変えますので、これと入れ替えるような感じになりますね。こういった感じになります。はい、これを取り付けていきますね。はい、ここにプーリーをですね、引っ掛けていきますね。あとはこちらにですね、ヒーテッド養老のワイヤーを通すだけですね。下はこの方ですね。下の方も一応金属に変えております。これはもう1年ぐらい前に交換したやつなんですけど、やっぱり結構滑らかですね。やっぱり耐久性はかなり上がったんじゃないかなと思いますね。
はい、こちらのですね、ケーブルマシーンのユニットなんですけども、滑車の部分ですね、このプーリに対してちょっとこちらの支えの板の部分がですねちょっと大きいもんですから、ケーブルをこう引っ張る際にですね汚れがあると思うんですけども、ワイヤーが、木の部分に接触してちょっと擦れてしまうということで、ワイヤーがちょっと傷んできてしまってるんですよね。まあ、ここに鉛筆で書いたんですけども、約1センチぐらい一回り小さく切って、ワイヤーと木が接触しないような感じに改善していきたいと思います。コンパスで描いた円に沿ってですね、切断していきたいと思います。角を面取りします。角に丸みをつけるということですね。こちらの方がまだ面取りしてない方です。一応一回り小さく仕上げてみました。はい、これにまたプーリーをですね取り付けて元通りにしていこうと思います。今回はこんな感じに仕上がりましたね。まあ一回り小さくなったせいで軽快に弾けるようになりました。チャンネル登録よろしくお願いします。次にバーベルのバーのラック部なんですけども、現状このバーを乗せる部分のですね、スペースがかなり狭いです。まあ、何かの時にですねバーが乗っからない場合は落下してしまう恐れがありますので、今柱があるんですけども、柱から20センチほどバーが乗せられる位置を確保していきたいと思います。はい、こんな感じで、既存のですね、バーベルバーの置き台に、まあ、ちょっと追加するような形になってしまったんですけども、斜めにですね筋交いを入れて、作成してみました。で、まあ、ビス止めする際にですねかなり長さを要するもんですから、一応ドリルで穴を途中まで掘りまして、でそこからビス止めをすると。ですのでちょっと穴がこう空いてるような不格好な形になってしまったんですけども、柱に対して、まあ、こういうふうに取り付けるわけなんですけども、従来は、置き台がもう本当にここだけで、だいたい4センチぐらいの幅しかなかったんですけども、バーが置ける範囲を広めております。先端からここまでですね一応23センチ一応確保しました。ですので心置きなく、まあ、ここら付近にバーベルバーを一応置くことができるようになりました。先端はですね、まあ、こういう感じで丸みをつけまして、この縁に当たったとしてもこっちの方にバーが逃げれるように丸みをつけております。はい、今日はですね、パワーラック、20ヶ月ぶりに、いろいろ周りからきしみ音が出だしたもんですから、まあ、メンテナンスを兼ねて、改良するところは改良し、パワーラック全体を見直してみたという動画でしたね。まあ、これで、あとどれぐらい持つのかちょっと分かりませんけども、今のところ、まあ、何不自由なく無事に使えてますので、これを引き続き使っていこうと思います。まあ、こちらのパワーラックもですね、愛着が湧いてきてますんで、これを引き続き、大事に使っていけたらなと思っております。はい、今回もご視聴ありがとうございました。チャンネル登録お済みでない方はチャンネル登録の方よろしくお願いします。グッドボタンをですね押していただけますと励みになりますので、こちらの方もよろしくお願いします。